はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第314回でございます。今回はですね、本当はもともと考えたタイトルというか話が恋愛の話だったんですよ。あの314回って3月14日じゃないですか。バレンタインデーじゃないや、ホワイトデーじゃないですか、数字的にはっていうこじつけで恋愛の話しようかなって思ってたんですけど、実はこれを今ね撮り始める直前までツイキャスをやってまして、結構長めに今日話してたんですけど、なんかすごく真面目な話、真面目スイッチが入っちゃってですね、真面目な話をツイキャスでずっとするっていう後半で、そのスイッチのまんま来ちゃったので、ちょっとそこで話した内容を、せっかくなので、そこでねツイキャスに来てたのは100人ぐらいの方だから、ちょっと動画に残したいなと思ってね話していきます。でそのタイトルがうまくいかない人生っていうね、ここだけ聞くとめちゃくちゃ重たい話しそうなんですけど、どっちかというと、まあ、重たいっていうか少しポジティブな気持ちというか肩の力が抜けたらいいなという思いで喋っていきますので、よかったらね最後までお付き合いください。でですよ、まあコロナウイルスがね、まあ、どんどんこう感染者の方も増えていて拡大していまして、で家から出れない状態がねもう皆さんも続いてるじゃないですか。で皆さん自身も、不安だったりとかストレスが溜まっている状況だと思うんです。で、まあ、みんなだけの問題だったらいいんですけど、みんなの家族、まあ、身の回りの皆さんもストレスがだいぶもうこうかかっているので、なんていうのかな、個人の問題だけじゃなくって家庭っていう一個のコミュニティだったりとか、もしかしたらそのネット上でね、まあ、あと LINE とかでつながってる友人関係とかでも起こってるかもしれないんですが、こう負の状態、負のスパイラルというかが、まあ、起こるわけですよ。まあ、世界的に見るとさ、例えば DV が増えているっていうのは結構問題になっていて、おそらく日本の中でもそういった状況がね長引けば長引くほど、まあ出てきてしまう可能性があるんじゃないかって個人的には懸念してるところはあるんだけど、でそのね、その負の感情というか、もうなんかやだなって、どんよりすんなってなってる時ってやっぱり思考がネガティブに行きがちなのね。で学生時代ってさ、こう自分に自信があるぜっていう方の方が少ないじゃないですか。自分なんてって、自分のいいとこなんてなんかあんのかなとかさ、取り柄なんかあんのかなとか、もっと言っちゃうと生きてる意味あんのかなとか、ね、死んでも誰も悲しまないだろうなとかあるわけですよ。で、そういった思いが加速しやすいんですよね、今状況的には。で、まあ、自分のところにもいろんな相談が今来てるんですけど、やっぱりこう、例えばですよ、例えばあのリストカットをねしてる方、ちょっと自殺願望が強かったりとかそういう方で、こうそういうのをしてしまって、でしてしまうとですね、しちゃダメなのは分かってるんですよ、みんな大体の方は分かってるんだけど、こうブレーキがかからなくて、まあ、してしまってへこんでしまうとか、でそうするとあのしちゃいけないことをしたので、まあ、自分なんてクソだっていうので、まあ、どんどん落ちていっちゃうんですね。で例えば一個もっと身近な例え話があって、じゃあまあ痩せようと思ってる方がね、まあ、ご飯をね今頑張って控えてると、カロリー高いもん食べないぞって思ってるんですけど、とある夜にちょっと小腹が空いたなと思いました。いつもなら我慢するんです、こんな時間に食べたら太るからって思うんですけど、ちょっと今日は耐えらんなくてお菓子を食べちゃいましたとか、アイスを食べちゃいましたとか、あとは、まあ、部活やってて筋トレをね毎日頑張ってる方、サボっちゃいけないじゃないですか。サボることは良くないことだと分かってるんです。でもどうしても今日はなんか無理だ、どうしようかな、悪魔がささやくわけです。今日ぐらいサボっちゃえよみたいなね。でそれに負けてしまってサボってしまってみたいな。だからしちゃいけないと、ダメな方の選択肢だってことが分かってるんだけど、そっちを選んでしまう日ってあるじゃないですか。何かしらこう見つけてきたらあると思います、いろんな方がね、自分もあります。でそういった時に、その、まあ、さっき言ったね、自分なんてダメなやつだと、私なんて決めたことも守れないんだって落ち込んでいく方ってすごく多いんですけど、自分はちょっとそれ待てって思ってる人です。いや、もともとはですね、めちゃくちゃ落ち込んでるタイプでした。もうクソだって思ってたもん、自分はクソだって。特に自分はね、気持ちがすごくこう波があるタイプ、今もそうだけどね、波があるタイプなので、
同じモチベーションで頑張り続けるのが結構難しいんですよね。そうだから、そのうまく頑張れる日と頑張れない日の差が激しいからさ、うん、頑張れない日だけをこう見てしまうと、ああダメだやっぱり俺みたいなすごく思ってたんだけど、それってね、やっぱここまでさ35年生きてきて年取ったから、やっぱ違うなって、違うなっていうか、もったいないなっていうのをすごく思うんです。で、あのね、自分人生は加点方式にした方がいいと思ってる人間なの。減点方式、つまり点を引いていくのか、加点、点を足していく、まあ、加えていくのかっていうのがあるんですけど、そのうまくいかなかった、そのダメな方の選択肢を取ってへこんでる方って人生減点方式になってるのね。自分の人生の得点を持ってて、ダメなことをしたから、はいマイナス5点、マイナス5点、マイナス10点でなって、どんどん自分の持ってるポイントがなくなっていく、ダメなやつに落ちていくんですよ。でもそうじゃなくって、人間って完璧じゃないんですよ。完璧なんかじゃない。毎日毎日フルスロットルで頑張り続けるなんて無理だって。 できてる人がみんなの前にいるかもしれん、ね、芸能人とか有名な方見たらさ、もう努力してるところだけ 見るじゃないですか。そう、確かに24時間365日どこ切り取ってもすんげー頑張り続けてる方はいるかもしれない、かもしれないですけど、例えば、まあ、言い方が悪いですね、皆さん、まあ、言い方悪いですけど、皆さんがこの人は頑張り続けてるって思ってる人でも、みんなその人の24時間全部知らないよね。ずっとそばにいるわけじゃない。どっかで息抜いてるよ、息抜いてる、合ってる、力抜いてるよ、その人も。サボってるというか、メリハリをつけてやってる、だらけてる時あるって。ソファーに座ってポテチ食ってるって、どっかできっとっていう感じで、その SNS とかさ、頑張り続けてると、頑張ってるところだけ切り取って見てるからそう感じるかもしれないけど、ダメな選択肢を取ってることがあるって、その人だって。そうだから、人間は完璧じゃない、そういう選択をしてしまう時だってあるって。だから何が言いたいかっていうと、その完璧な方を求めてしまって、頑張り続けてるのが正義だって思ってしまうと、頑張れない方の選択肢をした時に減点しちゃうんですよ、ダメなやつだって。そうじゃなくって、力抜けてダメな時もあるよねっていうスタンスでいる、基本的には。で、頑張れた時、例えばみんなもさ、その、まあ、例えばじゃあ食べちゃいけないダイエットね、してて食べちゃいけないって思った時に、食べようかな、やめようかな、今の俺がそうよ、今お腹空いてんの、俺めっちゃお腹空いてて、お腹鳴ってるから、どうしようかなって思った時に、まあ、食べちゃってへこむ時もあるかもしれない。でも頑張って踏ん張る時もあるでしょ、ダメ頑張る、もう寝ようみたいな、あるじゃんか。その時にちゃんとプラスの得点上げようよ、お我慢できたじゃん、すげえ俺って、そしてポイントを足していくの、人生は、っていう風な発想を持っててほしい。これはですね、今聞いててね、普段と、まあ、減点方式というか、ダメ出しを自分にしてしまってる人は聞いても、いや分かりますよ、はい、わかります、それが理想ですよね、私もそうなりたいですけど、私は無理なんですというふうに思う方も多いと思います。さっきキャスでね、あの言ってた子もいたんだけど、例えばその自分はそう思いたいんだけど、身の回りの人がそうしてくれない、例えば親とかね、兄弟とかが暴言を吐いてくる、お前はクズだみたいなね、いるかもしれない、周りの影響でそういうふうに減点をなんか植え付けられてしまってる人もいるかもしれない。やっぱ家族ってさ、短すぎるから影響力めちゃくちゃでかいんだよね。まあ、これダラダラジオ結構親御さんでね聞いてる方もすごく多いので、まあ、親御さん、これを聞いてくださってる親御さんはね、きっと意識されてると思うんですよ。自分も大事にしてることなんですけど、親御さんはですね、あと子供にとって親の一言、まあ一挙手発言とかね、行動っていうのは、親が思ってる何倍も影響があります。本当一言が、たったの一言、親が何とも思ってないたったの一言がめちゃくちゃナイフのように刺さる時もありますだし、逆に何とも思ってない一言がすんげー子供たちの励みになることもあるんです。そのぐらい大きいんですよ。これ逆もそうね、みんなが何も思ってないのに去っていった言葉が親にとってめちゃくちゃ傷ついてる時もあるから、逆もある。子供が言った、みんなが言った一言がすげえ親としては嬉しくて励みになってることもあるよ。10年間その言葉を励みにして頑張れてる人がいるからね、みんなが何とも思ってない、記憶にないんだよそんな言ったことも。そういうのもあったりする。
ってくらい大きいので影響があるのも分かってるんですよ。で自分がねここでこんなこと言ったところでそんな俺が言った言葉ではバリアできないと思う、ね、ナイフは刺さっちゃうきっとみんなの心に。でもそういう発想があるんだっていうことは覚えておいてほしい、うん、今コロナとかで本当にみんな全体日本全体がさ憂鬱になってるから、いろんな方がみんな例えば親御さんとかさあんま自分の子供に仕事のことを話さないと思うんだけど、多くの企業の方が今めちゃくちゃ苦しんでる。仕事できないし収入入ってこないし先行き不安だし、個人としてもお金もらえない可能性もあるし、企業としても倒産するかもしれないって企業がいっぱいある。そう、不安とか、まあ、焦りとかもう先行きが見えないからさっていう状況にあるんだけれども、だからこそなんだろう、気楽に聞こえるかもしれないけどそういう発想があるっていうのはすごく覚えておいてほしいの。すぐには変わらない、自分もすぐには変わらなかったもん。でも刷り込んだ、そうやって何回も何回も言い聞かせて。そうだからぜひ自分みんなもそういうふうに言ってたやつがいたなで、今は配置がなんか言ってたなって、でもそれがちょっとずつちょっとずつたまに思い出してほしい。この考え方、仮定方式、そう、うまくいかないことが多いよって、でも頑張れた時にきっちり褒めてあげる、ポイントあげようよって、俺プラス5ポイントみたいなの発想もありなんだなって、それも許されるんだなっていうのをぜひ覚えておいてください。よろしくお願い、よろしくお願いします。はい、ということで、恋愛の話はまたどっかでしましょう。そして今お腹が鳴ったんですけどマイクが拾ってないことを願います。はい、ということで今回のダラダラジオは、うまくいかない人生というテーマで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。ではまたね、いろいろ動画撮っていきます。今ちょっとね勉強動画最近撮ってないんですよ。授業動画はね撮ってないんですけど、まあストックはちょっとあるんですよ、実はあるんですけど、まあ、意図的にですね今こういう期間なので勉強に関してはもう揃ってるから一応授業動画はあるので、まあ、揃ってないのもあるけどね、数さん撮れよと思うかもしれないけど、逆に違うものを投稿してみんななんか気持ち的に少しちっちゃなね支えでしかないんだけれど、まあ、そう思って今意図的にいろいろ撮ってます。はい、まあもちろん勉強動画もねアップはしていくんですが、よかったらねまたいろいろ見てもらえたらと思います。はい、ということでまた次回の来週のねダラダラジオでお会いしましょう。今回はこの辺で終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。